こんにちは、福山一恵です。今回も新堂おふくろの味の本のカウンセリングのお話です。先生のお話聞いてくださいね。誰かを、ね、盲目的に信じるなんていうのはダメではないですけど、ね、あの不幸になる確率が高いと思いますよ、うん。でこの前誰だったかな、福山さんだったっけな、うん、誰かは忘れちゃいましたけど、うん、じゃあ誰を信じればいいんですかって聞かれたんですよ、うん、それは自分ですよね、うん、自分を信じるんですよ、うんうん、だって自分を信じて自分が間違ってたってそれは自己責任じゃないですか、うん、自分に騙されたって自分が、うん、でも人に騙されたらもう元も子もないですよね、うんうん。勉強っていうのは幸せになるためにするのが大人の勉強なんです、うん、本当は子どもの勉強も学校の勉強もね幸せになるためにするんですよ、うん、それをもっともっと先生が、うん、あのはっきりと言ってくれたらみんなもうちょっと勉強したのになって思いますよね、うん、だって僕なんかね、うん、中学生の時に僕いつもよく話しますけどね、うんうん、どうしたら女の子にモテるのか、うんね、これは、ね、自分を分析して、うん、中学2年生の時にですね、うんうん、スポーツはやってもそこそこだなと、うん、外見ももう整形しないとピカイチの男前にはなれないなと、うん、スポーツあ、でそうなった時に性格もなんか分かりにくいなと、うん、で一番女の子が全員とは言わなくても分かりやすいのは何なのかなって思った時にやっぱり学校のテストの成績だったんですよね、うん、ありがとうございます。カウンセラーの先生はいつも自分の体験を通してお話ししていただいています。時には厳しく、時には優しく、時には面白く。だからこうして私もカウンセリングを20年間も受けているんだと思うんです。今回は羽森頼明さんの新堂の心のご紹介をしたいと思います。下の説明欄にリンクを貼っておきますね。それでは最後にチャンネル登録よろしくお願いします。次回もお楽しみに。福山一恵でした。